無邪気にやられる敵、かわいそう。ほい、それじゃあ出発。今回は、お、めぐちゃん、そしてミラさん、お、くるみん、はい、この4人で行こう。お、どんどんなんか美食家に近づいていきよるけど、ここでびっくりマーク。いい人見つかった。多分ね、一生懸命探しよったやろうね、助けてくれる人を。ダンブルドア、ダンブルドア、なんかすごい懐かしい響きなんやけど。ダンブルドア UFO、 私ハリーポッター最初のぐらいしか見てないけんね。ハリーポッターってさ、あれじゃない、なんかね、本めっちゃ分厚く、あー、バナナが、バナナが、本めっちゃ分厚くない？あれさ、本の方で読んだ人とかって、結構おったりするんかな？全然一冊も読んだことないんやけど。映像で見る、映像で。どうだ？いっけい。は、結構体力多い感じかな。はぁっていう割にはそんなにダメージ与えれてない。お、珍しくやる気？いけ、から焼き。あ、今ので仕留めたと思ったのに全然やった。え、てかちょっと誰か回復とかしないの？めぐちゃんとくるみんが結構もうね、半分ぐらい体力が。好きなのかな？二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。いいね。あー、なんかさ、攻撃全然してこんけどさ、みんなのバナナめっちゃ取っていくよね。ピカドラフォー、メガファイヤー。なんで歌ったんやろさっき。あ、そっか、歌うやつやけんか。なんかそういえばそんなんついとったね、名前に。お、今回は全体的にやる気なのね。そのフライパンめっちゃ料理しにくそう。ね、飛び散りまくりそうじゃない？星の間のところから。お茶にしましょう。優雅だわ。実況者同士の優雅なティータイム。みんな、もっとバシバシ攻撃してっていいよ。お、いけー。いいね、クルミ結構溜めてきたけんね。おお、めっちゃ効いたやん。めっちゃ効いたけど、それでも倒れないっていう。あー、メグちゃんが、ちょ、回復料理を、回復料理を、上回復料理。はい、召し上がれ。あの敵の真ん前でさ、後ろからどつかれたら終わりじゃない？ダブルスラッシュ。いいぞいいぞ、みんな結構強くなってきたもんね、もうここまで来たら。くー、しかしやっつけられない。またため出す。あー、え、てかさ、思うけどダンブルドアさ、バナナ吸い取ってしかなくない？なんか攻撃してきよる？攻撃はしてきよるのか、してきよるけん体力減りよんよね。あ、そっかそっか。でもね、バナナ取っていきよるイメージしかないんやけど。くるみ、まだ必要ない。必要よ、結構とっくに必要よ。え、まだなの？そろそろじゃないの？お、いけ！やったー！仕留めた！どうだ？すまんな。めっちゃ、もうちょっとなんか、もうちょっとなんかないの。やっほー！くるみめっちゃしんどそうやのに。お、レベルアップー。じゃあ、ボーナス経験値は、
もうちょっとでレベルが上がりそうなアユナに。まだ上がらんかった。特上乗組員組ジョーゴブリンのハム。さあこれでダンブルドアの顔も戻ったね。早く捕まえて買おう。うん、戻ったな。なんだかすごく偉そうなのはなんでなんだろう。魔法使いダンブルドア。ダンブルドア久しぶりだな。怪物になってびっくりしたぞ。ところでダンブルドアよ、この人が話を聞きたいそうだ。リンのお願いを叶えた。よし、これでクリアか。実はカクカクシカジカで超魔王ですか。少し前にそれらしきものを見ましたよ。空を飛ぶマガマガしい影、あれが超魔王だったのかな。え、てかさ、え、この人はなんで怪物になっとったん。超魔王にされたんじゃない、違うん。そいつはどこへ。あ、そういえばその時上空に巨大な塔が見えて、影は塔の方に消えました。確かあっちです。じー、あ、なに、見えてきた。おお、天空の塔、超魔天楼。超魔王マリアの居場所を見つけた。ありがとう、助かったよ。どういたしまして。さあじゃあそこに向かえということか。超魔天楼へドラゴンに乗って行ってみよう。はあ、ついに超魔王がいる場所が分かったよ。急げー。お、ここでここでまたしてもシャッターチャンスは逃さない。私、旅する写真家ペンペンです。撮ったばかりのこの写真お売りしましょうか。バナナが吸い取られていく瞬間いります。お買い上げありがとうございます。まあ安いけんね。さあ超魔王戦に向けてしっかり休んでおこう。すぐじゃないやろうけど。はい、おはよう。ということで料理、さっきのこの3つしかないんか。とりあえずさっちゃん、ミラさん、フィッコーちゃんだけちょっとダメやったみたいやけど。何食べたんやろ。グミ。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ボロボロローブをください。ボロボロでもいいからください。コレクションにします。特上ビーフハンバーグでもいいな。あ、これは来たんじゃない。ほら、ギリギリ、めっちゃギリギリ来た。はい、獲得。しかし着替えなくてもいいからね、リミちゃん。一応、やめておこう。やめておこう。はい、それじゃあ、お小遣い。結構みんないろいろと欲しがってるな。ヒイラギの葉っぱ、1806ゴールドしかないよね。くっ。なかなか。ほら、ダメだわ。あのバラのステッキ、さっきのね、リンちゃんと同じやつやんね。はい、それじゃあ、出発しましょう。じゃあ今回は誰が行く。あ、3人並んどったんか。はい、プーさんと誰、さっちゃん、そしてはい、フィッコーちゃん。この4人で行きます。まださっちゃんとフィッコーちゃんがつながってないんよね。さあということで、じゃあどうやって行けばいいんだ。ドラゴンに乗って超魔天楼へ。お墓みたいなのいっぱい見えんかった。なんか十字架、なんか入り口にマークがあるよ。さあやってきた超魔天楼。これが超魔天楼。ここに超魔王マリアが。でも扉は固く閉ざされている。何かしら必要。あ、4つともか。この4つの穴気になるな。また宝石はめたら開くのかな。探しに戻ろう。旅人の町で情報を集めよう。あー、まだ入れんわけだ。ということでまたしても旅人の町へ戻りましょう。さあ、なんか、あ、なるほどね、雲の国があっての
あ、じゃああれは別にお墓とかじゃなくってか。あれ一つ、あれで一つなんかと思いよった。それじゃあ今回は、この二人？この三人？あ、この四人でそれぞれなんか、一個ずつ宝石が手に入るってことかな。砂漠一のセレブ、ガール。かわいい。あら、嫌だわ。せっかくの旅行なのに、超魔王ですって？大魔王の悪夢を思い出しちゃうわ。あら、あなた。目とか鼻とかの宝石持ってないかな？普通は持ってないと思う。そういえばちょっと前に、不気味な宝石を手に入れたの。それのことかしら。おお、持ってる。それかも。でもごめんなさい、捨てちゃったわ。どこに？砂漠の遺跡よ、行ってみる？新地下迷宮で不気味な宝石を探してみたら？新地下迷宮。うん、行きます。これはガールはついてこないよね。セレブやしね。じゃあ場所を教えてあげる。見つけたらタラであげるわ。まあ、というか、ね。勝手に持っていくよ。よし、出発しよう。新地下迷宮。隣の国へ。お久しぶりの。さあ、どこ？ほうほうほう、そこね。新地下迷宮へ。行こう。こっちじゃない。こっちか。はい。なんか2箇所あるよ。なに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 ？なぜ2箇所？正解は1つだけとかじゃないよね。え、でもここで一気に2個集まるとかは多分ないと思うけん。なんなんやろ。から焼き！ほい。あー！さっちゃんが結構なダメージ。お、いいね。手伝うね。いいよいいよ。でもやっぱりこうね、新しい場所っていうのは今までのところでもやっぱ強かったりするんかな。ちょっと待って。おっ、いけい。周到に準備したけんね。今パカって割れた。半分のところからパキって割れたよ。なんかおー、余裕だね。よきよき。まだまだいけるよ。まあ、まだ出発したばっかりだから。お、あゆなはレベルアップ。集団激辛を覚えた。みんなで激辛料理を食べてすごい炎で敵全体を攻撃する技、いいやん。集団激辛やろう、みんな。じゃあ次はさっちゃん。さっちゃんがまだ結構レベルが低いんやね。バシバシレベル上げてこう。頑張って。蜂とか蝶とか、なぜか虫がたかるんだ。花も大変だね。あ、そういうのあるんや、一応。もう花だからね、しょうがない。花がムズムズする、それはない。それはないって言われても、ムズムズするものはムズムズするんだよ。ね、さっちゃんはしないかもしれないけれど。集団激辛が見たいです、集団激辛が。みんなで一斉に炎を吐こう。で、避けて。あー、お、新しい技、フラワーベッド。咲き乱れろ。いいね。なんであっこだけ上がった？え、なんであっこだけその仲良し度上がったの？ちょっとよくわからなかったんだけど。集団劇からは使わないのね。わーい。無邪気にやられる敵、かわいそう。汗かいちゃったよ。まあ、そういうこともあるでしょう。しかも砂漠やしね、ここ。はい、これをさっちゃんに。順調にレベルも上げてこ。超魔王に挑むために。何をフィッコーちゃん内緒にしてるの。はい、宝箱の中身、1000ゴールド、いいね。そろそろなんか買えるんじゃない？ほら、4176ゴールドはあるし。いい感じ。最近何も買えてないけんね。お、好きレベルが2組上がった。
ものすごく好き。二人は分け合うを覚えた。これは一体どこまであるんやろうな。相手が HP バナナを使い切っちゃった。じゃあ自分のを半分こしよう。なんか途中からさ、こういうのなくなるやん。なんか分け合うとかそういうの。絆技みたいな。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。え、けどまたある程度行ったらなんか、出てくるようになるんかな。はい、料理。お任せで。さあ、どうだいみんな。とりあえず、めぐちゃん。めぐちゃんとりみちゃんは死んだっぽい、ちょっと。はい、そして、ゲームコーナーで、ルーレット。バラのステッキをください。このバラのステッキは、あれをね、え、誰だ？魔法使いやったよね。これは、HP バナナ一本。くそ。まあ、でも、ね、いっぱい吸い取られてしまったけん。違う、もう一回じゃない。いっぱい吸い取られてしまったけん、しょうがない。はい、そして、お小遣い。ね、じゃ、さっちゃん、トゲトゲマイクで強化しよう。攻撃力アップ。レベルが低い分、ちょっとこの辺でね、補ってこう。いいね、いいね。攻撃力は結構高くなってきたんじゃないかなと思うんやけど。76ゴールドしかないやと。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構なんか上の方と下の方でレベルの差が出てきとるんかな。超魔王までにね、全体的にこうレベルを上げていきたいなと思うけど。ね。